県が2006年から開発を進めてきた香り、甘み、ふくよかさが自慢のオリジナルブランド米、ふくばらい。明日から始まる先行販売を前に、今日は福島会場と東京会場をオンラインでつなぎながらお披露目会が行われました。福島会場では内堀知事などが出席し、ふくばらいに期待を寄せていました。日本一のお米を作りたい、そして日本中の皆さんに感動を届けたい、多くの方に、お、このお米なんだ、手に取っていただける、そんなネーミングとパッケージデザインになったと確信をしています。会場では試食会も行われ、かつてライシーホワイトとして県産米の PR をしてきた小湊アナも試食させてもらうことに。柔らかくて美味しいです。しかも大粒で、噛めば噛むほど甘みが出てきますね。さらに粘り気があって、また食感も楽しめるので本当に美味しいです。ふくばらいは明日から県内や首都圏などで期間と店舗を限定し先行販売されることになっています。